体操の世界選手権最終日は8日にベルギー・アントワープで種目別決勝が行われ、男子鉄棒は東京五輪金メダルの橋本大輝、22イコール巡大、ラ15、233点で初制覇し、団体総合、個人総合と合わせて今大会三冠を達成した。平行棒は初出場の杉本海鷹と、23イコール総合区、ラ15、000点で銅メダルを獲得した。 橋本は対空時間の長い5つの離れ技を決めると、後方心身2回宙返り2回ひねり振りの着地もピタリと止めた。最後まで攻めて勝ち切れたトムネを張った。随所に進化も見せ、2 2 0 533点差の圧勝で、日本男子では15年の内村公平以来となる3冠に輝いた。今年と同じ種目をこなした昨年は着地で乱れ、 金メダルにゼロ、100点及ばなかった。試行錯誤を重ね、バーを手放すタイミングを遅らせることでより高い放物線をかけるようになった。世界一のオールラウンダーが最大の武器と話す種目で念願のタイトルを獲得。来年の五輪イヤーへ、まだまだ課題はある。次はもっと安定感ある演技を、と意気込んだ。